どうもゴルフプレイング4です。トモです。リョウです。今回はピンのドライバーですね、のシダ、G30G400 のヘッドにシャフトを同一、このシャフトがすごい古いシャフトで、ディアマナのアヒナ、2010年ぐらいのやつ、それが一番癖がなくて打ちやすいんじゃないかっていうことで、でまあスリーブが全部一緒だから、ヘッドだけを比べるっていう、今回は動画です、動画の中でバッバの真似をするっていうのは 何個かあるよ。量の隠しバッバだ方があるよ。ピンだけに。はい、それも含めて動画、はい、どうぞ。そうです。 G30 から、はい、打感とかはちょっとこうな響く感じかな、なんて言うんだろうね、バインっていう感じだよね、死んで打ったらそこまでないけど、外したらねちょっと響いてくるよ、バイン。そうそうそう、そんな感じでね、球が結構上がりやすい、と思う。そうね、 G30 が一番上がるんじゃない、一番上がると思う。捕まえていくって感じではないよね。スライス打ちやすかった。ああ、ドローは？
とだから捕まえていくのはちょっとイメージ湧かない。そうだよね。まあピンのこの全体的にはちょっと捕まえにくかった。うん、いや僕みたいな未熟者は一生懸命打たないとやっぱヒューっていくな感じがする。ピンって昔からで、まっすぐ行くかこうフェードとかスライスでも枠に収まる、うん、G はと打感がねキャロウェイっぽい感じがする、うん、これとはね全く違う G30 とは、うん、エピックほどのなんか、なんだろうね、うん、あれないけどアルファ815とかそこあたりぐらいの感じでしょ。前持ってた、うん、なんかその辺の中身似てた気がする、うん、で弾は上がりやすい、うん、G30 よりね捕まえやすいかも。なんかねヘッドがこうデザインちょっと変わってるよ。 G30 平べったかったもんね、うん、じゃあ次 G400、 はい、あのはね動画で見てわかると思うよ。この3種類音全然違う。あそうね、うん、確実にこの G400 に関してはボールをねガチッと潰してる感じがする。あ振った分だけこうボールが潰れていくって飛んでいく感じはすごいする。だからヘッドが ちょっとちっちゃくなったでしょ、うん、で僕は G25 から持ってるから G25G30 ってこう 後ろに平べったくってさ、なんかこう非力な人はさ、うん、あんなのが早く振れるかなっていうこう気持ち的にあったんだけど、うん、G400 ぐらいからはなんか振り抜きが良さそうな感じがする。タービュレーターは？タービュレーターわからんよ。ドラゴンフライ？何？タービュレーター、うん、ドラゴンフライとかね。めちゃくちゃ霧のある人かにしたら霧がこう線が入ってわかるんじゃない？クローズかもそんな日は。G400 はねそんなに上がらない。あうん、そうね。で一番僕的にはこう球をコントロールしやすかった。好みはどう？ヘッドの形 G400 だね。そうだよね、うん、もうあの LS とか SF とか。僕はでも今ピンのパターンも欲しいです。今一番いいやつがちょっとあまりの高いのでこのシグマ G っていうやつ、シグマ G っていうのが欲しいんです、うん、変わんない。はい、ありがとうございました。